の、こんな見つかりにくい場所にあったのか。一般的には山奥にこのような建物を建てる理、この地に属さない気配を感じました。危険な気配です。え、用心して進みましょう。あの九条家の子息。ここまで。はあ、浪人？でもここは天領奉行の敷地のはずだ。何か妙です。道を阻むものは全て切り捨てましょう。見切りました。これでどうだ。やっと。これでどうだ。しここまで。はあ、やはり命を捨てに来た。死体を奪ってやる。裁きを受けよ。ここまで。はあ、やはりダメだった。稲光、すなわち永遠なり。はあ、ひゅっ、命を捨てに来たか。やはりダメだったか。命を捨てに来たか。さばきの。火炎よ、燃やす。やはりこの目が大物が釣れたよ。逃げ道はあります。ここより弱滅の時は。ダメだ。見切りました。ここまで。やはり見たい。逃がすか。判決を下す。裁きの雷。やはりダメ。困る。やはりダメだった。命を捨てに来たか。ここまで。はあ、見切りました。無我の巨人、裁きの雷。逃がさない。早く投降しな。裁きを受けよ。おろく、逃げ道はあります。やっ、ここで。将軍様。
将軍様がどうして？今の状況を私に話してください。高塚家の跡取り。私たちはただ近頃天領奉行で起きたことについて話し合いをしていただけです。将軍様がお気になさる必要はございません。そのためだけにこのような人里離れた場所で浪人とカイラギを見張りに置いていたのですか？それは近頃の混乱のせいで安全面の問題を考慮し。黙りなさい。九条家の子息、説明を。はい。もともと交渉が目的で来たのですが、彼らが欲したのは九条家が罪を認めることを記した書面でした。罪を認める？はい。九条家がメガリレーで犯した諸々の罪や近頃起きた様々な失態など。事実を述べているだけで決して捏造ではありません。確かに捏造ではないでしょう。しかしその中には高塚家の功績が多々記されてありました。高塚家は危機に陥っても混乱することなく必死に形勢を変えようとしたと。しかしそれらは全て身も蓋もないことです。何を言う！貴様、急に態度を変えよって。話が違う！事実を述べたまで。判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家は自らの印象を良くしようと操作し、そうでなければどうして先の書面にありもしない功績を強調して書いたのでしょう。そして何を言ってる！誰が貴様なんかを軟禁していると言うんだ！これは交渉だ！状況は概ね理解しました。この赤蔵のザレ言に耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り、九条家は以前大きな過ちを。あなたたちの論争に興味はありません。しかし高塚家の跡取り、あなたは天領奉行の地位を得たいと思っている？それは、はい、将軍様のために。そうであればわざわざこんなことをする必要はありません。天領奉行を任命するのは私です。決闘で私に勝った者に新たな天領奉行。将軍様と。初代天領奉行は己が手に握った刀を用いて彼の意志を私に証明しました。それがあったからこそ今の九条家まで受け継がれてきたのです。私に新たな名を認めさせようとするならば、当然それ相応の試練を受ける必要があります。そんな。まさか剣術の心得がないとでも？それ私のためと口にしておきながら私の。そうですか。ではあなたたちは高塚さでも何でも私の前に立つ勇気のある者は。僕に挑戦させてください、将軍様。九条家の子息、残念ながらあなたが私に勝っても九条家の犯した過ちが帳消しになることはありません。いえ、勝算があるとは思っていません。それに当主があんな過ちをメガリレーを執行していた時、僕は父の考え方に疑問を抱いていました。自分のしていることが間違っていることも、しかしどんなに疑いや反省を繰り返しても、たとえ全てを理解していても行動には移す。今の九条家の没落はそんな僕への罰なのでしょう。少々残酷ですが、あなたの力ではどちらにしても。はい、僕の力は微々たるものです。父は。しかし少なくとも今は、九条家が最後を迎えようとしている時である今は、将軍様の言った通り、僕の手は僕にも。これが僕に残された。明らかに意味の。しかし九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？
ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇りまだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負いました。高司さんの跡取り面倒を見てやってください。挑戦する勇気がなくともこのような雑務はこなせるでしょう。はあ、返す言葉もございません。誠に申し訳ございません。今の九条家では対局に耐えることはできないでしょう。このことは以前から聞いていました。もともと天領奉行の後継者、しかしこの決闘を経て九条家への処置はしばらく保留することにしました。これから高司家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠を誓います。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。はっ、感謝いたします。もう結構です。その他の調査はあなたたちは私と共に来てください。静かな場所。物事を処理するとき、やっぱり将軍って感じがして威厳たっぷりだったな。そうですか。自分では結構融通が効くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条鎌治を切っていたでしょう。彼はあのようになる覚悟ができていました。あの目を見ればわかります。九条家には栄光から衰退へと。確かに彼はそんな巨大な変化の中、私に変わらん。これはあなたたちのおかげでもあります。町の散歩。これからの九条家はどうなるんだ。まだ天領奉行を引き続きやれるのか。それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、しかしもう少し時間を与えましょう。何せ過ちを犯したのは彼。将軍は間違いを犯さない。犯してはいけないもの。
しかし、エイとして彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。これからの日々、考えるべきことがたくさんあるでしょう。しかし少なくとも今は、進むべき道を見つけられたような気がします。それはやはり将軍に任せるでしょう。最も永遠を脅かすのは、時間がもたらす摩耗ですから。将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは、私が時間とともに、ですが、まとまった考えについては、どんなに困難。確かに、この一時は、記念しておく価値のある。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も、健康、もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。これは、それに、私に付き添いが必要みたいに言わ、では、私は帰る準備。静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重、うん、じゃ、いろいろ予想外のこともたくさん起きたけど、最後、あとは、通行証をミコに返すだけ。ならば何時らの物語をしかとわらわに話してもらおうか。実に面白い。堂々たる将軍様がこの目で見られなかったのが誠に惜しまれる。いいんじゃ、あやつはそのようなこと気にせぬ。決してな。じゃが何時らの話によれば、あやつは永遠のあり方について少しだけ触れること、それが一番重要な収穫じゃ。実を言う、おう、もう全てが止まることを強制、よく言えば神の独りよがりな思い、悪く言えば俗世の七姿勢でさえより強大な存在を前にしたとき、自分で考えろ。とにかく話を聞くと、今度またあやつに会いたいときはわらわに通行証を借りに来るといい。口では言わぬが、実は結構な、え、でも付き添い、あやつは神じゃ。神に付き添いが必要なわけではなく、じゃが汝はこの世界に属さぬ。